関東学院大学の知の世界を探る動画、研究者は社会のさまざまな課題を取り上げ、どうなっているのか、なぜなのか、どうしたらいいのかを日々考え、明らかになったことを社会に向けて発信し、人々に対して役に立つだけではなく驚きや納得を与えています。この動画では関東学院大学の研究者たちが何を問い、何を明らかにしているのか、研究者の頭の中を覗いてみたいと思います。今回は法学部の剣持麻衣先生をお迎えしました。よろしくお願いします。剣持先生は環境法政策、特に都市環境分野、それから自治体政策法も研究領域とされていて、とりわけ土地利用であるとか景観、空き家、環境アセス問題などといった都市環境に関するテーマ、それから気候変動に関するテーマなどを取り上げて研究をしていらっしゃいます。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、環境法と行政法っていうのが、簡単に言うと多分ご専門の領域なんだと思うんですけど、これまた素人からするとですね、どっちもよく分かんないんで、まずその環境法というところから伺っていきたいと思うんですけど、環境法っていうのは単純に言うとね、環境を保護するための法律たちっていう理解かなと思うんですけれども、そういう感じでいいんでしょうかね。はい、そうですね。環境に関わるもうあらゆる法律、あらゆる法律、あらゆる法分野ですね。例えばどういうのがあるんですか、そういう法律に。そうですね、特に私の専門に近いところで言うと、その建物を建てるだとか、何か新しいショッピングモールを作るときに自由に建てられるわけではなくて、どうしてもその都道府県とか自治体の許可が必要ですよね。でそれも自由に建てていいわけではなくて、高さを揃えましょうだとか、どういう用途、どういう目的の建物を建てていいのかっていうのが全てルールで決まっているので、それをそういう関係する法律を全てそういったものが出てきますね。あとは水を出す、汚れた水を出す、汚れた空気を出すっていう時の規制する法律っていうのも環境法の一番原始的な最初の法律になります。これが実はポイントでして、環境っていう言葉はですね、ややというか完全にマジックワード化していて、使う人であったり、それを使う文脈、目的であったりで、その環境の中身の規定される内容が違ってきますよね。で一般的に環境っていうと、一般の人で言うと地球環境問題、だからそういう地球環境問題を想定して環境って使ったりしますよね。でもちろんその環境法の対象としてもそこも入ってますよね、環境基本法とかそういうのも入ってきますよね、なんだけどそれ以外に、例えば今言ったビルの建てる時のルール的なものも、それは町の環境を維持するみたいな、そういう意味で入ってくる。そうですね、生活環境、私たちが騒音に悩まされずに夜寝られるとか、そういったことも含めて環境に入ってきます、だから景観とかも入るわけですね、で実は先生の研究を拝見するとゴミ屋敷の問題もやっていて、これも環境、これはだからその隣とか近隣に住んでる住民にとっての、そうですね、悪臭が匂いで、どうしてもそれでもう窓が開けられないっていうことも含めて、環境になります、だから私たちが生活する上での周りにある周辺のもの、だから近くで言えばそういうゴミ屋敷問題的なのもあれば、もちろん景観もあれば、もうちょっと言うと、脱炭素、二酸化炭素の問題もあれば、全部それを想定して見ているっていうのが、ここでいう環境法なんですね。でここをちょっと確定しておかないと、今日のこの議論を伺っていてもちょっと分かんない、一般の人はですから環境問題のことをやってるのかなと思うけど、それがだからちょっとかなり幅が広い、でそれは多分その住民にとっての快適な空間を作るっていう意味での外部環境だから、地球環境問題以外も含めて関わってきますよっていう話なんですね、でもう一つはその行政法なんですけど、拝見すると環境法っていうか、環境に関わる部分を、行政法のアプローチで、切り込んでいきますよと、研究していきますよってことを先生の研究では研究テーマで言われてるんだけど、これまた行政法っていうのが我々からすると全然わからないと、で一般的には民法なんていうのがあったりしてね、民法みたいなのとその行政法というのは素人が分かるように言うとどう違うんですか。はい、
そうですね、民法というのは本当に私人間の私と小山学長の関係を規律するっていうものが民法で、そこで何か契約をしますとかっていうものを規律してるんですけど、行政法を含めているのは公法と言われる分野ですね、公の法と書きますが、これについてはあの国と私たち市民だとか都道府県市町村と私たち市民、あるいは何か開発をする事業者を規律している法律になります。私が先生から車を買いますと、で買うんだけど金を払わなきゃいけない200万円と、これは200万円を払いませんでしたみたいな話を、じゃあどっちがいいですか悪いですかっていうのは民法の領域で、国や地方自治体が何かこう、例えばここは今関内キャンパス、横浜関内キャンパスの新しいビルの中でやってますけど、こういうビルを建てるときは当然規制がかかってきますから、その国なり横浜市がこのビルを建てるにあたってこういう条件で建てなさいということをこうやってきた、それが行政法の領域っていうことなんですね。でまあ環境問題というか環境に関して行政法のアプローチでやるというのはこれから伺っていくとだんだん見えてくると思うんですけれども、だから隣の住人とそのゴミ屋敷の住人の個別の関係を超えたところでそこに自治体が絡んできて、自治体がそのなんていうのゴミ屋敷の人に対してどう働きかけるかっていうのが、行政法的なアプローチで、個々の間でちょっとどうにかしろとか、臭いから損害賠償請求だって言ったりするのは民法の領域だっていう、そういうような、話に多分なるんだろうなということです。で研究自身は結構なんか随分ヒアリング調査して、法律の先生って私のイメージですよ、なんか六法をずっと読んでるとか、判例を読んでるとか、なんていうの解釈 してるっていうイメージがあるんだけど、なんか現場出てヒアリングとか随分やってますよ。く私は立場上出張伺い書っていうのを判行するんですけど、よく出張してるなと思って何をやってるんですか。はい、やっぱりその元々の法律の伝統的な研究の方法としては、何か紛争がありました、争い事がありました、で裁判所に行って、裁判所がまあこういうふうに法律を解釈して、紛争解決しましたってものをこう研究者として受け取って、その解釈が正しいのかだとかっていうことをこう、批判する、批評するっていうのが一番伝統的な。ちょっといいですか、これまた素人なんですけど裁判所がこうある事件がありましたとか、ある紛争トラブルがありました、民法なり刑法なりを適用してあなたは悪いですっていうふうにこう判決を出しますよね、それが正しいか正しくないかっていうのはあるんですか。もうそれで決着じゃないんですか。もちろんもうその紛争自体はそれで解決はしてるんですけども、やっぱり裁判官も人なので、あとはその裁判っていうのはそこで主張した当事者の主張を踏まえて裁判官が判断するっていうこともあって、もしかしたら当事者が主張してないやり方の主張の仕方があって、そういうふうに主張すれば何か違うかもしれないですし、ちょっと今までの解釈の仕方と違う解釈を今回裁判所が取ったねっていうあたりのこう過去の判例との比較みたいなことも研究者はやっています。もちろん時代も変わるから、時代背景変わると過去はこういうふうな、この条文をこの事例に当てはめるとこういうふうに解釈してあなたが悪いですとか、あなたは200万円払いなさいって言ったけど、世の中は変わってきたので、同じような事例であってかつ同じような民法の何条を適用したとしてもちょっと違う結論が出てくるってことがあるんだ。あり得ることですね。逆に過去の判例にのっとりすぎて今の時代に合ってないんじゃないかっていうことも研究者の側から問題提起がされることもあります。だからその伝統的な民法とかあと憲法なんかをやってる先生はいわゆる法解釈の研究者っていう理解ですよね。そうですね。でそれに対して特に先生が今やられてる、環境法、というのは法政策的なもの、でこれは何かっていうと何なんですか。法政策って、法政策はまさにこう法が、民法というのはこの間改正がされて、それがすごく大きな改正だったっていう、で憲法ももう70年以上変わってないっていう、同じ条文をどう解釈していくかっていうのがメインですけども、行政法だとか環境法っていうのは時代に合わせて法律が変わっていくのも当然あり得るので、そのどういう法律を
作っていくか、うん、ただ今ある条文を解釈するかだけではなくて、うん、今ある法律にここに問題点があるから変えていくべきじゃないかだとか、うん、新しいこういうルールが必要じゃないかっていう提案をしていくっていう意味ではちょっと公共政策的な視点も入ってくると思って、うん、法政策っていうふうに研究領域としてはこう自分では言っています。これ2つちょっと聞きたいことが出てきちゃったんですけど素朴な質問で、なんでその環境法はこれは合わないから変えた方がいいってこうなってね、はい、民法とか憲法とはなかなか変わらないんですか。その何がその2つを分けてるんですか。そうですね、環境法というのはすごく新しい、うん、法学の中でもすごく新しい分野で、うんうん、まあ、1970年代60年代に、うん、あの公害絡みで出てきてね、公害絡みで登場したぐらいの、うん、まあ、新しい法律なので、うん、何か今あるものをこう解釈するだけじゃなくて、うん、まあ、社会をより良くする方向にこういうふうに変えれば、まあ、今後 の、 あの問題が起きないようにできるんじゃないかっていう、すごくそういう発想が強いかもしれないですね。例えば民法に限定して、私経営学者なんで民法もよく分かんないですけど、はい、民法ってこう人間個人間のこう紛争とかだから、まあ、ある意味こう人間の歴史を踏まえていくと、うん、まあ、似たようなケースって結構あるんだけど、はい、ここでいう環境法で、特に地球環境問題に絡むような環境ってもう5年10年でどんどん新しい知見が出てきていて、はい、変わりますよね。それこそだから70年代は公害って言われたけど、その環境っていう環境問題って言われるようになってくるぐらい問題がどん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 新しく生まれてくるから、はい、だから作ったりとか改正したり、まあ、特に作るっていうのは大事になってくる、はい、そうですね。そこら辺がすごく、まあ、やっぱり視野に入ってくるものになりますね。で、作るところに研究者として関わってるってことですか。そうですね、まあ、作るところにはもともと関心があって、うん、あ、環境法って面白いなとも思ったんですけど、うん、そのヒアリングをこうすごくやっているっていうのも、うんうんうん、聞く法律を作るのは国会だとか、うん、議会が作るわけですけども、実際に個別の事案に当てはめていくっていうのは、うん、あの自治体職員だったりとかっていうのがやっている、うんうんうん、でも法を作った時には想定していなかった、やっぱりあのケースバイケースで、うんうん、すごくこの法律作ったけど使いづらいよねっていう場面があったりとかっていうことは、それはあの判例では出てこなくて、うんうん、ヒアリングしていく中で、うん、この法律って使いやすいかだとか、うん、逆に使ってる人の意見を聞くことで、あのここを使いづらいから、だから実はこの法律ってうまく機能してないっていうこともあるので、うん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 、そのあたりをこう知るためにヒアリング調査っていうのを意識してますね。